まあ字幕がついてない英語の映画ですから、全部何言ってるのか分かるまで巻き戻しを繰り返すんですよ。水泳をやってると、まあ、 2歳から5歳ぐらいまでの研究ではあるんですけれども、頭が良くなる。はい、子供たちは水泳の練習から帰ってきたらとてもぐったり疲れています。最近は勉強があまり手につかないようです。今井先生の経験から 何か水泳と勉強を両立できるようなアドバイスをいただけると嬉しいです。ですね、まあ、経験からっていう部分もあるんですけれども、まあ、水に入ったらですね、神経がリラックスしちゃって、眠くなるっていうのはこれ誰でもそうなんですよね。で、まあ、しょうがない部分はあると思います。ただ、まあ、もう当然その勉強するのが子供の仕事なわけですよ。まあ、水泳が仕事じゃなくて、実は勉強ができて、それで習い事として水泳をしてるっていう人の方が本来だったら多いわけなので、まあ、勉強なんていうのはできて当たり前なわけですよ。で、まあ、勉強が手につからないっていうふうなことではありますが、まあ、短い時間であるから勉強する時間っていうのを必ず一日の中でどこかで作るっていう作業は必要かもしれませんね。例えば、学校の授業に関しても寝ないでちゃんと集中して受けるっていうふうに決めれば、これは勉強時間になるわけですよ。勉強してますっていうふりをしてただ授業に出てるだけだったら、これは勉強時間としてはカウントできないので、まず学校に行ったら学校のことをしっかり集中して頑張る、ここからまずやっていくっていうのがいいのかもしれないですよね。で、まあそうですね、手につかなくなる、勉強、水泳の後だとどうしても勉強が手につかなくなるというふうなことであれば、水泳の前に全て勉強を持ってくるっていうのも一つの手じゃないかなというふうに思います。まあ学校に行ってるとね、授業と授業の間の休み時間だとか、給食の後の昼休みだとかっていうのはあると思いますけれども、そこで自分の、まあ、やらなきゃいけない宿題だとかっていうのを全部済ます。あとは、帰宅してからスイミングクラブに移動するまでの、時間だとか、ここら辺で全てやるべきことをやってしまうっていう風に、自分で今度勉強する時間はここからここまでって短くてもいいから、しっかりやっぱり設定するっていうことが大事になってくるし、まあ、それができる人のが、まあ、基本的には、まあ、いわゆる両立っていう風なものができているという風に思いますね。まあ、水泳は水泳で頑張んなきゃいけないと思いますし、水泳した後は寝なきゃいけませんから、水泳の後頑張って根性で目を開けて、ね、勉強してくださいって言っても、それが本当にいい答えかどうかって正直わからないんですけれども、時間っていうのはなければ作るしかないわけですよね。ないことを憂いても時間は増えませんから、だから今ある時間の中でどこが自分が勉強に避けるのか、どこが勉強時間として寝ずにできるのかっていうのを分析して、そこで小さく細かくでいいから作って、その時間にやるべき勉強っていうのをする、これが大事かもしれません。ちなみに僕はですね、塾とか行ったことないんですけども、まあ授業と授業の合間に大体宿題はもう全部やってましたね。まあ僕は水泳に集中したかったんですよ。なので帰ってから水泳のことだけしか考えたくないから、それ以外にやらなきゃいけないことは全部その勉強をしなきゃいけないというか、学校の中で全部やっちゃうんですよ。で、まあそういうふうにしないとやっぱり時間足りないですからね。なのでまあ社会人になったらいずれにせよね、必ずタイムマネジメントってね必要になるから、まあそのための予行練習だと思って、少しでもいいからまず勉強するっていうふうに、頑張ってみたらいいと思います。ちなみに水泳をやってると、まあ2歳から5歳ぐらいまでの研究ではあるんですけれども、頭が良くなる、まあそのいろんなものの学習能力が高くなるっていうのが、オーストラリアにあるグリフィス大学の研究で出てるんですよね。なので水泳する人は決してバカじゃないですし、水泳が勉強に対してマイナスに働くとは正直言って思わないです。
まあ、必ずしもみんなが東大に行けるわけじゃないし、あの成績上位者になるわけではないですけれども、ご自身の可能性に対して 100% の力を発揮できるような生活をしているかといったら、そうでない方の方が多分多いわけなんですけれども、まあちょっと自分を律してですね、あのこの時間は嫌でも勉強しようっていうふうに頑張るっていうのは結構大事な作業じゃないかなというふうに思います。はい、高校生です。将来世界で戦えるスイマーになりたいです。英語はどのように勉強しましたかという質問ですね。まあ世界で戦える素晴らしい言葉だと思いますが、英語についてどのように勉強しましたかっていうふうになってくると、まあ英語をちゃんと授業中に聞いて、英語を習ったことですよね、授業の中で習った英語っていうのをしっかり暗記する、でそれを理解して応用できるようになるっていうふうに、僕は努力したかなというふうに言えます。まあ具体的にですよね、高校生ですっていうふうなことで、英語ができるようになるためにはどうしたらいいですかって、まあ、ちょっと質問を細かく簡単にシンプルにするんですけれども、そもそもまずその高校生であるこの質問してくれてる方が、まずどのぐらい中学校の時の英語ができるのかっていうことにもよりますよね。中学校の、まあ、曖昧にマインだとか、そういったことがまだ覚えてないんですっていうような高校生であれば、僕はまず中学校の教科書に一回戻って、中学校1年生からで、中学校の教科書で何書いてたのかをちゃんと、見て理解して、で全部暗記しちゃうぐらいのことがあっていいと思います。でそこから、まあ少しずつ、まあ、高校生だったら語文系だったりだとか、いろんなことを習うわけですよね。あとはなんかこう例文みたいなものを結構受験英語みたいな感じで習うわけだけれども、それらっていうのをやっぱり暗記するっていうのは決して悪いことじゃないかなというふうに思います。まあ正直言って、その高校の段階で英語ができない段階で語文系だとか習ったところで、なんだこれっていう風な話になると思いますし、僕も実際そうだったわけですけども、ある程度英語の必要な生活をしている中で英語に理解が出てくると、ああこれこういうことかっていうのが後になって分かってくるんですよね。なので今勉強している文法っていうものは別に悪いものではないんだけれども、ひょっとしたらその今の日本の英語教育の問題でよくわかんないことを今覚えさせられてるかもしれません。まあちょっとこういうふうに言うともう難しくなっちゃうんですけれども、まあまずは自分の手元にある英語の本を、まあ、あの英語の教科書をですね、まあ、しっかり覚えるっていう、足元をまず固めなさいっていうふうなことと、足元が固まってなさそうな人、過去の自分が英語に対してどのようにアプローチしてきたかによるっていうふうな部分はありますけれども、中学校の英語っていうのは皆さんが思っている500倍ぐらい大事なので、実は英語を使う生活の中でまずそこに、立ち返って英語を勉強する、恥ずかしいことじゃないから、中学校で習う英語なんていうのをもしも高校生だったら、購入して読んでみるっていうのもいいかもしれないですよね。ただこれだけだとなんかまあ学校の先生に何か言われてるみたいで嫌な気分がするかもしれませんから、まあ一つ何かいいアドバイスありますかっていうふうなことで言うと、そうですね、まあ、例えば水マンになりたいというふうなことであれば、水泳に対しての記事、ニュースだとかっていうものに非常に興味があると思います。だから水泳のニュース、英語で書いてあるニュースっていうのを一つ選んで、一つ好きな選手の記事でも構わないんだけれども、それで1パラグラフをまずしっかり自分で理解できているかどうかっていうのを時間をかけて、ゆっくりやっていければいいんじゃないかなというふうに思います。例えばもうニュースっていうのはすごく長く書いてあるわけですけど、最初の、冒頭の部分をしっかり覚えるっていうふうなことをやって、でその中でどんな言葉、どんな文法で書かれているのかっていうのを結構重視して頑張るといいかなと。でちなみに僕がその高校時代っていうのはアメリカに遠征する機会があったりしたんで、実はそこで、現地のアメリカの映画のビデオですよね、これらっていうのを、まあ、好きなものをいくつか買って、それを日本でですねずっと見返してました。まあ字幕がついてない英語の映画ですから、まあ、分かること分からないことっていうのはあるわけですけども、全部何言ってるのかが分かるまで巻き戻しを繰り返すんですよ。でそれで、言ってたことが何なのかっていうのを理解しようとするって言ってる、その文章がどういう風な構成になってるのかっていうのを学校の中学校の教科書とかと合わせて、ああこれはそうだね、現在進行形だねとか、過去分詞だねなんていうのをこう、自分で理解しながら、見てたという記憶はありますね。
まあ、あとはそこまで行ったら、日常的に英語を使う、英語を聞くっていう作業をやっていった方がいいとは思います。なかなかでも英語を使う、まあ、聞くのは、今ね、こうインターネットが盛んな時期ですから、盛んな時期っていうかインターネット全盛のね、この時代ですから、情報もすぐに得られるし、英語を喋ってるのを聞くことは多分できると思うんですけども、英語を実際に喋るっていうふうなことはなかなか難しいかもしれない。なので、まあ、時々自分がこう、インタビューを受けてるような気分で、質問考えて、で、それに対しての答えを自分なりに英語で喋ってみるっていうのを、まあ、人が周りにいるところでやると恥ずかしいかもしれないから、一人になれるところ、例えば、シャワー浴びてる時とか湯船に浸かりながらとかでも構わないんだけど、そういったところで、実践してみるっていうのはいいかもしれませんね。